どもども、あかねちゃんやで。この機体は、せやな、マイクロホークや、多分な。仕様を聞くのは忘れました。前回、ゆかりんが紹介した、スタント仕様ホークがあったやろ。あれのスケール機や、原型機の映像は概要欄に貼っておくで。おう、よく飛ぶやんか。やっぱり発砲とは一味違うな。カミソリのような飛びやで。せやけど最近はラジコン飛行機をさらに縮小したスケール機のスケール機が流行ってるんやろか。小さいのは大歓迎やからな。どんどん作ってほしいな。カメラにこびた飛びがコピーされているぞ。着陸とかもそうなんやけど、見せた直後に完コピされるからな。やっぱり上手い人は何やっても上手いで。正直小さい方が好みなんやけど、タクトの手投げは怖いんよな。引き込めない足はスケール機には向かないし、バンジーは設置が面倒くさいし、何かいい解決方法はないやろか。小さいで思い出したんやけど、フリーウィングのバンジーが飛んでいたで。かなりよく飛んでいたからおすすめやで。今の引き起こし失速してたぞ。こうやって映像で見るとちょいちょい怪しい挙動を示してるで。飛ばしている人がうますぎてかなり隠れてるけどな。それでは高評価とチャンネル登録もお願いします。